心配してるのか。いや、ただの業務連絡だ。向こうで何か進展があったらしい。早く行って戻ろう。このまま進むと朝露の館の奥に入っていくな。これまでの道のりは順調だった。というより順調すぎた。警備が厳重なファミリーの拠点とは思えない。まずは話を聞ける人を見つけよう。探るしかなさそうだな。慎重に前に進もう。待て。シロ、自分の気配を少し薄めた。これで見つかりにくくなったはずだ。請求列車はファミリーの指示で動いているから言い訳もできるが、私がここに現れるのは道理に合っていないからな。なるほど、面白い技だな。あの箱庭の模型は黄金の時だな。当主たちはこの模型を使って重要事項を話し合っているんだろう。ここの足跡は他の場所と違って二つあるな。少し前に外から来た人がここを通ったのかもしれない。Thank you.
落ちたぞ。これはメモ。執事が他の使用人に残した指示のようだ。朝露の館の使用人たちは他の仕事を割り振られていたようだな。そしてそれはロビンさんが死ぬより前から始まっていた。多くの人手を必要とする作業かもしれない。例えば調和セレモニーとか。できるだけ私に近づいてくれ。そうすればあなたも白で覆い隠せる。列車のみんながピノコニーに到着した直後、サンデーさんはロビンさんを連れて俺たちを出迎えてくれた。その時彼女の声に少し違和感があったんだが、どうやら気のせいではなかったようだ。ロビンは調和が何らかの干渉を受けているせいだと考えていたようだが、私の知る限り
そういない。それはつまりファミリーの中に裏切り者がいるとしたら、その人物は高い地位にいるか計り知れない力を持っているということだ。それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずにいる理由かもしれないな。他の死者の情報、特に共通点は見当たらないな。どうやら噂は正しかったようだ。死は無作為に被害者を選んでいる。そしてサンデーさんのコメントを見るに、彼は死のことをよく知っているらしい。彼はただそれが再び現れたことに驚いているんだろう。記憶を大切にしているんだろう。ロビンさんはインタビューで、どれほど華やかなステージに立とうとも、自分が最も大切にしている公演は子供の頃に兄と一緒に開いたおままごとのコンサートだと言っていた。彼らの関係は今どうなっているんだろうな。人は成長の過程で多くを得るが、その反面多くを失うこともある。ああ、時はすべてを色褪せさせる。幼い頃の美しい夢もいずれは覚めるものだ。Thank you.
主もこのオーディさんも最近のサンデーさんの行動に不満を抱いていたようだ。彼らは死をあまり気にしていない。むしろ調和セレモニーと時計屋の方を気にしている。他の当主は死を大した問題だとは思ってないんだろう。ファミリー内部でも対立と衝突が多いようだな。ファミリーを悩ませているようだ。どれもファミリー内部の人間のようだな。だが俺はこの中の誰にも会ったことがない。この特徴は何か気づいたのか。いや、何でもない。きっと私の考えすぎだ。その裏切り者が本当に存在するなら、彼がホタルとロビンを殺したのか。サンデーさんが今回の事件を重要視しているのはそれが理由なのかもしれないな。ここまでにしよう。他に注意すべきものはないようだ。門を入るまではファミリーを相手にすることになると思っていたが、まさか俺たちを迎えてくれたのが空っぽの屋敷だけとはな。気をつけろ、誰か来た。許可なく立ち入り禁止の場所に入り込むとは、客人にふさわしい振る舞いではありませんね、ベルトさん。そして巡回レンジャーのヨミさん。すまないサンデーさん、声をかけられる人が見つからなかったからつい勝手に入ってしまったんだ。どうか許してくれ。たとえ出迎えがなかったとしても、普通は主人が来るまで待つべきではないでしょうか。そちらの巡回レンジャーはともかく、私の知る限り請求列車は正式にファミリーの依頼を受けている。わざわざここに来る必要はないと思いますが。俺たちがここに来たのは調査で何か見落としているものがないか、サンデーさんと事件の状況を確認したかったからなんだ。いいでしょう。お二人が善意を持ってきたのでしたら、私も追い返す理由はありません。大丈夫だ。彼は私たちが例の書類を読んだことには気づいてない。真実は未だ明らかになっていませんが、私たちはそれのすぐ近くまで迫っている。お二人に約束しましょう。裏切り者は間もなく代償を支払うことになると。俺も早く正義が明らかになればいいと思っているが、個人的にサンデーさんに教えてもらいたいことがある。ファミリーは一体どうやって犯人が内部に潜んでいると断定したんだ。率直に言うが、調和セレモニーの開催直前に混乱を引き起こすことはカンパニーの利益になる。ファミリーにはカンパニーが何か画策していると疑う十分な理由があるはずだ。他の当主もあなたと同じような疑念を抱いていました。しかし私の見解では、真犯人はあの死者のように目立つようなことは絶対にしない。そもそも私はとっくに自らの手で彼に枷をはめていますので、むしろベルトさんの疑念をそのままお返しします。私から見ればアベンチュリンさんを警戒すべきなのはあなたたちの方。悪人は高い壁を揺るがすことはできませんが、
正義の心臓にナイフを突き立てることはできますから。アベンチュリンさんは商人であって慈善家ではありません。ですが今彼は町中でお金をばらまきながら一人でクラークフィルムランドに向かっている。一体何を企んでいるのやら。ファミリーは今でも人々の安全を守るため全力を尽くしていますが、皆さんもどうか用心してください。不測の事態を防ぐために。